ちょっと覗いてみましょうか、ビルス様。よし、一丁やってみっか。目を覚ませ、カカロット。楽しいぞ、サイヤ人の血が騒がんか。バカ言ってろ。そんなこと俺は死んだって手貸すもんか。さっきから気になっていたのだが、後ろにいるのはお前の子ではないのか。違う。あの尻尾は何だ。サイヤ人の血を引いてる証拠じゃないか。何だってんだよ。父親のお前がなかなか聞き分けが悪いんだよな。ちょっと息子を貸してもらうとするか。それ以上ご飯に近寄ってみろ、ぶっ飛ばすぞ。どうした？恐怖におののくがい。どうした？恐怖におののくない。カカロットよ、子供は預かっておく。明日までにこの星の人間を100人殺してここに死体を積んでおくのだ。もちろん死体がなければこの息子は死ぬことになる。わあ、お父さん。ごはん。おめえどうしてここに。奴の後をつけてきたのだ。その二人と言っても奴は倒せん。だが俺と貴様が組めば倒せる可能性が少しはある。確かに。しかしおめえが言ってどういう数の。勘違いするんじゃない。貴様と組み、奴と奴の仲間二人とやらを片付けたら、もちろんその後は貴様をぶち倒して、
ブルマ、レーダー貸してくれ。え？あ、はい。おめえ、キントーンの速さについてこれるか？ふざけるな。俺様のは貴様のような情けない武空術とは違うんだ。カカロット、貴様もう少し頭が切れると思っていたのだがな、身の程知らずとはこのことだ。ごちゃごちゃ言い合うのはそれぐらいにしておくんだな。カカロットよ、貴様を仲間にするのはもうやめにしたぞ。ただの足手まといになりそうなんでな。我が一族の恥だ。死んでしまえ。貴様らが死ぬ前にいいことを教えておいてやろうか。俺の他に生き残った二人のサイヤ人はさらに戦闘力が上なんだぞ。後ろだ。サイヤ人の恐ろしさを今頃知ってももう遅いぞ。せっかくの忠告を聞かずに歯向かうような愚か者には死あるのみだ。そらプレゼントしてやる。トン、俺の力見せてやろう。話にならんな。孫悟空、貴様新しいとっておきの技なんかないのか。すまねえな。手を抜きやがって。俺は真面目に修行して新開発したってのによ。本当か。ああ、だがこの技は火を貯めるのにやたら時間がかかる。貴様はその間やつと一人で戦って注意を引きつけろ。よし、やってみっか。こいつはどうだ。ゴー。ふっ、ふっ、死ねえ、カカロット。何？お父さん。
やめろ、やめてくれ。あいつはまだ子供だからとでも言いたいのか。心配するな、すぐに会わせてやる。あの世でな。ピッコロ、早くあの技を。貴様正気か。おめえを倒すにはこれしか方法はねえんだ。待たせてな、覚悟はいいか。やめ。待て、魔眼光殺法。この星にはドラゴンボールといういいものがあるんだ。そいつに頼めばどんな望みだろうと可能になる。死人を生き返らせることだってな。クソったり。だが、いいことを聞かせてもらったぜ。これまでの状況は全て、遥か宇宙にいる。俺の仲間二人に通信されている。やられたことを知って必ずここにやってくる。1年、たった1年後だ。1年、さらに強い戦士の2人。今度こそ貴様らの勝てる可能性はゼロだ。1年の間に せいぜい楽しんでおくんだな。バカな仲間どもが死んじまってショックか？ピッコロ。なんだその面は。気に入らねえな。そんなにあっさりと殺してほしいのか？
許さんぞ、許さんぞ。貴様ら、邪魔だ。ベジータ、カカロットの戦闘力はいくつになった？8000以上だ。8000以上、それは間違いだぜ、故障だ。てめえなんかがこのナッパ様にかなうわけがないんだ。短期間のうちにこうも力をつけた。すげえ、本当にすげえぞ、悟空。勝てる、勝てるぞ。はい、はっ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 、体持ってくるよ。Hey!
しまだまだ全動体持ってくよ邪魔だベジータ助けてくれ。な、何を、ベジータ、ベジータ、死ね。なんてやつだ、自分の仲間まで殺しちまいやがった。二人とも今すぐカメハウスに帰ってくれ。あいつはすごすぎるんだよ。かえって悟空が気を使って邪魔になるだけなんだ。すまねえな、あいつの強さ思ってた以上みてえなんだ。はい、わかりました。場所を変えぞ。好きにしろ、同じことだ。よし、この辺りなら人も動物もいねえだろう。なるほど、ここを貴様の墓場に選んだわけか。喜ぶがいい。貴様のような下級戦士が超エリートに遊んでもらえるんだからな。サイヤ人は生まれてすぐ戦士の素質を検査される。その時の数値が低いクズ野郎が貴様、要するに貴様は落ちこぼれだ。そのおかげでオラこの地球に来れたんだ。それによ、落ちこぼれだって必死で努力すりゃ。面白い冗談だ。では努力だけではどうやっても越えられぬ壁を見せてやろう。バカめ。
Hook!